今月4日に我が国の上空を通過させる形で弾道ミサイルを発射するなど極めて高い頻度で続く北朝鮮による一連の挑発行動は我が国の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であるとともに地域及び国際社会全体の平和と安全を脅かす暴挙であり断じて容認できません。